イスラエルミリタリーインダストリーズのイタルドとトールド。2008年9月21日 ADM-141 はアメリカ合衆国の空中発射式で来い。無動力の ADM-141A、B はタクティカルエア、ローンチドデコイの当時後からトールド、ターボジェットエンジンを備えた ADM-141C はインプルーブドトールドからイタルドと呼ばれている。 ブランズウィック社は1970年代に一連の無動力のレーダーデコイを開発した。その一つであるモデル300はサムソンの名称でイスラエルミリタリーインダストリーズでライセンス生産された。イスラエルは1982年のレバノン侵攻中ベッカー高原で行われたモールクリケット19作戦で、 シリア軍の地対空ミサイル陣地を制圧する際にサムソンを運用し成功を収めた。この作戦でサムソンはチャフフレアの散布、ジャミングに加えて鯉として運用された。この成功を受けてアメリカ合衆国海軍は2000機以上を1985年から1980年代末までに購入した。1985年アメリカ合衆国海軍は トールドの名称で改良系を発注し、1987年に初納入された。これが ADM-141 である。基本仕様のトールドは使い捨て式で、胴体に正方形の部分を有する無動力化空気だった。高度12,200メートルからの投下で126キロメートル、高度600メートルからの投下でも26キロメートル、滑空した。 A, B37U-11 は最大 36kg までのチャフの散布機能を備え A, B37U-12 ではリューネブルクレンズによりレーダー投影面積を増加させるデコイ機能を備えた1993年以降4000機以上が海軍向けに製造された1991年の湾岸戦争の海戦時の 砂漠の嵐作戦で100機以上が発射され、イラクのレーダーが作敵のために送信した時に対レーダーミサイルで攻撃してイラクの防空網を壊滅させて大成功を収めた。1990年代初頭にブランズウィック社はテレダイン C モデル312ターボジェットエンジンを動力として備える改良型トールドの開発に着手した。射程は 高高度飛行時に 300km 以上、低高度で 185km に大幅に増え、高速で低高度を飛行したり、飛行速度を増減したり、軌道飛行のような、より実際の航空機の飛行に近い飛行を再現するようになった。当初は20機のトールドを ADM-141C イタルド使用に、回収する契約で1996年に初飛行した。 この時に IMI はトールド系列ので恋のすべての権利を入手した。1996年にアメリカ海軍は200機の GPS と完成広報装置を装備した ADM-141C を発注した。ありがとうございます。